皆さんこんにちは、ビンボ暇な主婦です。今回の動画では J2 ロアッソ熊本から柏レイソルへの加入が発表されたドリブラー島村拓也選手の紹介を勝手にしたいと思います。私が知っている知識、熊本の試合を見ていた印象、さらには天皇杯準決勝で対戦した際の印象ですが、レイソルの攻撃に違いをもたらしてくれる選手だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはプロフィールからご紹介します。島村拓也選手は1999年3月6日生まれの24歳です。ポジションは左右のウイングです。前所属のロアッソ熊本では主に3トップの右としてプレーしていました。島村選手の来歴です。京都サンガ FC のアンダー18出身で、2017年にトップ昇格を果たします。しかし京都サンガでは出場機会を得ることができず、翌年の2018年には当時 J2 の FC 岐阜にレンタル修行に出されます。岐阜でもリーグ戦では4試合しか出場できず、翌年の2019年にはレンタルでブラジルのロンドリーナ EC というクラブに移籍します。ブラジルというタフな環境にもかかわらず19試合4ゴールを記録します。すごいと思います。それでも京都サンガには戻れず、2020年にはセレッソ大阪にレンタル移籍をします。セレッソ大阪に移籍すると、当時 J3 にあったセレッソ大阪 U23 では30試合出場2ゴールを記録しますが、トップチームでの出番はありませんでした。2021年からは J3FC 今治に完全移籍すると、2年間で49試合に出場する活躍をします。今治を契約満了になった後、大木監督直々のオファーで2023年ロアッソ熊本に移籍します。ロアッソ熊本では2023年シーズン36試合出場で2ゴール7アシストを記録しました。また準決勝まで進んだ天皇杯でも全試合に出場しております。続いてプレースタイルです。170センチ59キロと小柄ですが、とてもスピードがあり運動量が豊富です。ドリブラーといって差し支えないようなプレースタイルで、ボールを持てばとにかく仕掛けて縦に中にとドリブルで相手を剥がせる選手です。またドリブル一辺倒ではなくパスで味方も使える選手です。左利きですが、ロアッソ熊本では3トップの右として使われ、カットインからの左足でのシュートやチャンスメイクが目立っていました。運動量も豊富で、前からプレスをかけることも全然苦にしない選手だと思います。直近ではレイソルとロアッソ熊本が対戦した天皇杯準決勝でも、ボールを持ったらドリブルを仕掛けてくるプレーがとても厄介だったことが印象に残っています。ただロアッソ熊本の大木監督は、彼はフィニッシュが課題とインタビューで言ったこともあるぐらいなので、そこはレイソルで伸ばしていってほしいところです。レイソルでのポジションについてです。おそらくロアッソ熊本でもやっていた右のサイドハーフで使われることになると思います。2023年のレギュラーだった山田優斗選手、2列目ならどこでもこなせる小山津選手、レンタル移籍から帰ってきた宇野木選手とのポジション争いになるかと思います。ただこの3選手とはタイプが違う選手なので、相手によって使い分けるのも面白いかもしれません。また左サイドハーフやトップ下にも入ることが可能だと思いますので、サビオ選手の交代であったりとか、場合によっては2トップの一角として利用することもできるかと思います。いずれにせよ、島村選手の加入により2列目の層が厚くなったことは間違いないと思います。個人的には2023年シーズン J2 で7アシストを記録しているので、2列目で使ってチャンスメイクをしてほしいと思いますし、ジョーカーとしての役割に期待しつつ、レギュラー争いにも割ってきてほしい選手だと思っています。2023年シーズンはジョーカーと呼べるような選手がおらず、試合後半に流れを変えることができずに勝ち点を落とした試合が何試合もあったレイソルに新たな力を加えてくれる選手だと思っています。そして島村選手は今年が J1 デビューとなるので、これからの成長と活躍に期待しましょう。間違いなく伸びていく選手だと思います。以上、貧乏暇な主婦でした。また新加入選手が来たら勝手に紹介させてもらいますので、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。